優しさ、歓迎を花言葉に持つ藤の花。正木町の栗田武史さん宅で見頃を迎えています。この藤は40年ほど前、栗田さんが山を散策していた時に見惚れて種を持ち帰り庭に植えたものだそうです。藤というのは山では、まあ、何気なく咲いて、それからぶら下がったような状態で花をつけておるわけですわな。でその紫というのがね、薄紫だけども、それ見た時に美しいだけではなくって、その紫の色の奥深さというか、そういうものに惹かれたわけですね。それで種が落ちている場合は拾って帰って栽培をして見て始めたわけです。栗田さんはもともとエンジニアをしていましたが、その後芸術家に転身。藤の美しさに惹かれ、およそ40年にわたって試行錯誤しながら大切に育ててきました。藤自身がこういうふうにうまい具合にこうしだれるように伸びるんですよ、自分がね。これが藤の私の好きなとこですわ。これね、これ綺麗でしょ、これ。自分が自然に伸びるんよ、これで。よく綺麗に咲いてると思います。それから咲いている全体的な花のつき方とか枝の伸び方というのがうまくできていると思います。これはなくてはならないんです。私がこの藤の花にまあ惚れ込んだということが、皆さんに見てもらい、ああ綺麗なというふうに思ってもらうような、そういうふうに感じてもらうために、私自身が育て上げておりますからね。その気持ちを私自身はいつも持ち続けておりました。実は藤の花言葉には、恋に酔うというものも。栗田さんの藤に対する恋心はまだ続きます。